こんにちは、みおです。今日は皆さんに私の毎日メイクを紹介していきたいと思います。それではいきますよ。せーの、よいしょ。はい、それでは早速メイクをどんどん始めていきたいと思います。まず最初は、化粧下地です。ボビーブラウンのです。プライマープラスラディアンスです。まあ、だいたい小さめのパール2個分ぐらい出して塗っていきます。でも普段最近ねマスクをずっとつけるので、ノーファンデでも過ごすことがめっちゃ多いです。下地はバーって塗りました。これだけでも相当ね、すっぴんの状態からだいぶ変わったんじゃないかなって思います。次はファンデーションです。 RMK ジェルクリーミーファンデーション201番。これもこれだけ2プッシュぐらい出して、私は全部手で伸ばす派なので、手で感じでだいたいポンポンといて伸ばしていきます。こんな感じで、で塗ったらもう最後フェイスパウダーでベタつきをなくしていきます。 RMK シルクフィットフェイスパウダー01番です。これはもうパッパッパぐらいです。本当にびっくりするぐらい早いパッパって塗って、こんな感じで塗ります。ここまでできたら私の眉毛をやっていきたいと思います。インテグレートグレイシーアイブロウペンシルです。もう眉毛が一番難しいんですよ。本当に眉尻のここの下のとこをこう描いて、眉頭はそんなにあんまり描かないです。ちょっと埋めるくらいで薄く私ちょっと今眉毛の長さが左右対称じゃないので、こっちはちょっと長めに描きます。こんな感じでアイブロウペンシルで描いたら、みんな大好きケイト 3D アイブロウカラー、私はこれはナチュラルブラウンの色を眉マスカラ塗っていきます。ちょっと上向きに塗ります。こっちもお眉毛描くときはちょっと無言になるんですよね集中しすぎて、はい。眉毛を描いたので次はアイシャドウ、アイメイクに行きたいと思います。こちら、キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ17番の色味です。これも私はいつも指を使いますはい、まず最初このアイホール全体に A ベースカラーを塗っていきます。ここにアイホール全体に、このねキャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズ結構色展開あるんですけど、本当にめっちゃ便利です。私的にはあんまり捨て色ができないので、結構あるじゃないですか、そのアイシャドウで捨て色ができちゃう、もったいない、なんかもう使わない色だけ残ってこう溜まっていくみたいなもったいないから捨てられないけど溜まっていくみたいなのあるじゃないですか。それがないのですごいありがたいです。はい、でそしたら B のこれですね、この色メインカラー1番を二重幅のところにこう塗っていきます。結構発色いいんですよ、キャンメイクさんのパーフェクトスタイリストアイズ。ちょっと塗っただけでも結構で、これキラキラしてるのですごいいいです。ここの B の下の色のラインカラーですね、ちょっと取ってこの目尻のとこ、ここら辺に置いていきます。反対側も同じようにポンポンポーンって目尻に伸ばしていきます。最後この
真ん中の E のトッピングジュエルっていう、すごいこれラメ感があっていいんですよ。この色めっちゃいいです、本当におすすめです。これはあの筆を使って黒目の下あたりからちょっと塗っただけでも結構キラキラしてるんですよ。なのでこれでね、キラキラ塗りました。こんな感じです。で、アイシャドウは塗れたので次はまつげに行きたいと思います。はい、じゃあまずあのこの資生堂さんのビューラーで伸ばしていきます。目元をギュッと挟んで、こう回転させるようにパッてパッてやるとすっごい上がるんですよ。わかります？パッて外すとびっくり、あらびっくりこんな感じで。まずマスカラ下地、ケイトさんのザラッシュフォーマーです。これは透明なんですけど、これあるだけでだいぶ違いますよね。こうやって伸ばして、下地はこんな感じでまず塗って、もう超愛用してます。こちらヒロインメイクロング&カールマスカラ01番ブラックの色です。これはもう超伸びる、びっくり本当に。で、今まで使ってきたマスカラの中でも私は一番相性がいいかなって思ってます。はい、こんな感じです。結構ね、下地があるだけでも伸びすごいんですよ。最後にあの目尻にちょっとあのアイライナーをいつも入れてるんですけど、ケイトのアイライナーペンシル、こちらブラックです。本当に目尻にちょこちょこちょこんってのせるだけです。本当にちょっと、もう自己満の世界、こんな感じですこれあるだけでちょっと安心感があります。私は次はチークを塗っていきたいと思います。チークはあのこちらですね、マックのミネラライズビンティを塗っていきます。はい、でちょっと取ったらニコって笑った時にこうポコって出るじゃないですか。ここを塗っていきます。はい、はい、でチークは塗り終わりました。そして次ハイライトなんですけど、ハイライトもマックのミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードフェイスパウダー、これを塗っていきます。これね、すごいこの青とかいろんな色がこう入ってていい感じで、 T 字のこのゾーンですね、鼻のところと、で三角形塗ります。で、顎と最後こう指で取ってちょっとキリキリ、ここに塗ります。はい、はい、じゃあリップを最後塗っていきたいと思います。リップはですね、まずルージュボリュプテシャイン45番のお色味。もうイヴ・サンローランのリップ大好きすぎて、あと匂いもすごい好きなんですよ、イヴ・サンローラン。なんかちょっとマンゴーっぽい匂いしません？そんなことないのか、匂いするんですよはい、なんかこんな感じ。これ結構赤だなっていう色なんですけど、塗ってみるとそこまで赤赤してなくてちょうどいい感じで、これを塗ったら最後にグロス、ジバンシーのグロスアンテルディの03番を塗っていきます。これね、青ラメが入ってるんですよ。だから私の肌合います。はいはい、こんな感じでメイクが完成をいたしましたイエイイエイ緊張した。結構メイク完成と言いたいところだったんですが、一個忘れてました。これが大事な最後のメイクを仕上げるのに一番大事なものを紹介し忘れてたので紹介します。それがですね、こちら
フィックスメイクアップアフターメイクアップローション、クラランスのフィックスメイクアップです。これはね、マスクつけるときに化粧よれちゃうじゃないですか。そのよれを防ぐために神のおすすめです。はい、これを最後顔に4回パッて吹きかけて行ってきますっていつも言ってます。これは最後仕上げにとっても大事な一品です。さあ、これを吹きかけて私のメイク、全てのメイクが完成しました。イエーイ。この動画が良かったよと思ってくださった方はぜひグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録お願いします。それではまた皆さん、ぜひ見てくださいね。バイバーイ。